なんで監督スポッチャーに呼び出したのかな。なんでだろうね、うん、よいしょ。はい、あ、お前らここどこか分かるかい。え、え、あ、スポッチャーです。お前ら、なんでグローブなんか持ってきたんだ。いや、野球甘い。今時野球だけやってちゃダメなんだよ。今日はお前らグローブ置いて、オッケー、行こう、オッケー。今日はお前ら、はい、全スポーツをやるんだよ。分かったか。はい。サッカー、水泳、バスケ、アーチェリー、卓球、全部やるよ。分かった。お前ら野球だけやっても成長しねえんだよ。はい。分かったか。はい。じゃあ早速行こうか。はい。ピッチャー大袋。はい。まずお前はアーチェリー。はい。分かった。はい。アーチェリーやったことある？いや、ないです。ないか。じゃあまずイメージでやってみろ。はい。行け。はい。お、え？え？どうやってんの？お前結構いい線いってんな、お前。はい。センスあるぞ。はい。ピッチャーっていうのはここのこの引いたとこから割れた時、この割れた時、わかるか？これが大事なんや。それがアーチェリーで生きる。わかる？はい。こうやってこう、この時、これをイメージしてこうグッと持ってきて。はい。わかったか？はい。これどんどんお前続けろよ。はい。オッケー。はい。よし。内野手優。はい。お前内野手っていうのはバスケや。バスケっていうのはこう内野にこう内野の動きでこういう風な動きするだろ。これがバスケでも生きるよ。わかる？わかる？分かった？はい。こういう感じの練習やるんや。はい。じゃあ行け。はい。何だっすか？そう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 。そう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 。もっともっともっと。もう！おい。もっと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 。そう、もっともっともっと。そう。いや、いいぞ、お前。その動きで OK や。分かったか？はい。そのぐらい細かい動きが必要ない。よっしゃ。OK？ はい。よし。ピッチャー大袋。はい。バレーや。はい。バレーしてる？はい、してます。オーケー。野球ピッチャーっていうのはさっきはアーチェリーでこう割れの動きやったろ。はい。次バレーは叩き落とすやろ、そこから。わかる？はい。バレーあるでしょ、こんな感じで。わかる？はい。ここからちょっと今ミスった。お前かも。何笑ってんの？おい、大袋笑うな。大袋わかる？はい。これ大谷翔平もよくやってたから。ここからまず下に叩く。わかる？ここからもう一回ちゃんと見とけ、俺のこと見とけ。分かった、やってみよう。アーチェリーをイメージからのバレーや。いけ。弱い。まだそんなんじゃ足りねえ。そんなんじゃない。最後のちゃんとお前キャッチャーいるだろ。キャッチャーに向かって最後バーンって。分かる？ラストやってみよう。そうや、そういいな。お前いいピッチャーになれるぞ。はい。分かったか。これを続けろ。はい。オッケー。内野手優。はい。テニス。テニス知ってる？はい、します。お前が多分知ってるのソフトテニスぐらいだろ。これちゃんとした公式テニスだから、そんな甘いもんじゃないぞ。分かる？これでお前内野手だろ。はい、内野手。こっからこうやって内野手のスナップスローどうやってやる？スナップスローやってみる。イメージやってみる。そう、取って低い姿勢取って、ここからこうや、こうや、この動き、わかる？オッケー？それをイメージしてね。そうね。取りました。ここからだいぶ浮いたけど、今のはいいとこや。今俺はショートやった。ショートでこう浮いたスロー。でもそれはちょうどセカンドの胸に当たってた。わかる？オッケー？オッケー？イメージね。わかる？イメージよ、常にイメージ。取りました。これや、やってみろ。お前はあっちに打っていい。全然ダメだね。これ分かってない。これはあの脳と体が一致してない動作。分かる？ちゃんとイメージ、野球につながるんだよ、全ての動きって。 OK？ はい。じゃあラストいきます。そうグッド。お前いい内野手になれるよ。はい。OK？ はい。分かった？はい。全部野球につながるから。オッケー？はい。よし、じゃあ頑張っていこう。よし。ありがとうございました。はい、というわけで、野球部強豪校あるある終わりましたけども、やっぱりね、今ね、
時代は野球だけじゃなくいろんなスポーツをやらせるっていうのがね、ちょっと少しずつこう流行ってきた。そしたら今もう野球しかやってないでしょ。でサッカーやるとさ、なんか怒ってくる指導者とかいるやん。わかる。俺らもさ、サッカーとかあの他のバスケやってたら、バスケとかやってたら、まあ、なんで野球がもうやってんだってめちゃくちゃ怒られて、あの中学校高校とか。でそれで野球しかやってこなかったから、逆にねこうサッカーとかこういうね、あのなんだっけ、ハンドボールとか、そのさっきのあのバレーとかじゃないけどね、ああいうなんか違うところの筋肉もあの身につけるよっていう風な指導者と出会えるという、ね、ぜひね、この中学に上がるまでの期間で、一緒にまたスポーツ行こうぜ、はい、楽しかった。めっちゃ楽しかったです。やばいやばいね。どう痩せるんじゃないそのうちこのラウンドが変わってたら。この二人もあの一緒の、ね、チームメイトなんで、今後ね、ぜひプロ野球選手に育ってほしいと思います、ね、はい、OK、はい、よし。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、OK、よし、よし帰るか。プレゼント企画、今回はこちらです。じゃあ水野のセレクトナイン内野手用ですね。僕が2018年に愛用したこちらのカッターズの打撃手袋両手用、詳細は概要欄まで。